今回は、ネット競馬の、視聴者の皆さんから頂戴した質問にお答えいたします。では1枚引いてください。ババ回収後の中京 1400m の中京芝 1400m の血統を教えてください。回収後馬券が荒れにくくなった気がします。 TH さんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。確かにそうですね、うん、本当そうです。その通り。終わりもうちょっと いいとこ見てますね。あ、いい質問だった。いい質問ですか。いい質問ですか。まあ、ごもっともです。これなんで荒れにくくなったんですか、回収後。それはやっぱり主流血統が走りやすくなった。やっぱ中京って馬場軽くなりましたよね。で、中京って馬場が軽くなる方がこう専用の場合は直線スピードを発揮しやすくなるんですよ、うん、直線スピードを発揮しやすくなるって結局主流血統が走りやすいから、要するにディープインパクトとか、はい、サンデーサイレンス系の上位種馬とかキングマンボに母父サンデーとかの両血とかノーザンファームの馬とか、そう直線スピードに優れた馬が順当に走りやすくなったんですよ、はい、そうすると専用っていうのは荒れにくいんですよ。別にこの中京専用に限ったことじゃなくて、直線スピードが外から直線スピードを発揮しやすい場合って専用ってやっぱ荒れないんですよね、中流血統が走りやすくなるから。これが例えば外が伸びない馬場とか末足がそがれるタフな馬場とか、逆に高速馬場すぎてスピードを持続していけばいいっていうと反主流の適性が要求されるんで主流血統が走りづらくなって、はい、あの荒れるんですよね。例えば去年末の阪神カップなんて僕本命対抗で当てたんですけど、まあ、ノーザンダンサーのワンツーだったんですよね、はい、阪神カップか。あれも結局外にサンデーの人気馬が全部固まって その馬たちが末足を発揮できず2頭しか出ていなかったうちのノーザンダンサー系がスピードを持続していって荒れると。であのパターンが中京専用に限らず専用の荒れるパターンってそこなんですよ。昔のタフな馬場とかで素足が使えないような中京専用とかだと今の阪神カップみたいなパターンも多かったんで荒れるんですよね、はい、ところがこう軽い馬場で外回してビューンって伸びちゃうのは荒れにくいんですよ。素足を発揮できない馬場じゃなくて、うん、プレーンな中京芝 1400m の時に主流血統が一頭も出てないみたいなそれ、それないと思いますよ。主流血統は一頭も出ないって、まあない。ただ主流血統って持ち人気自体があるからね。主流ながら荒れるっていうことは、前走がタフな馬場を外回して伸びなかった主流血統の巻き返しって。それこそ、距離は違うけどさ、ダービー、はい、去年勝ったワグネリアンとかさ、はい、皐月賞のタフな馬場でスピードを発揮できなかったとか、まあ、今年僕ダノンキングリーも本命にしたんですけど、はい、あれインコース皐月賞インコース回って恵まれたんだって言うけど、はいはいはい、それ以前に馬場がタフで恵まれなかったっていうことがあるからダービーで上積みがあるんだっていうのが僕の考え方だったんで、タフな馬場から軽い馬場に変わるっていうのは主流血統にとってはいいんですけど、まあ、問題は軽い馬場というのが主流馬場だからそういう状況は意外と少ない。で基本的に反主流血統が人気になりづらくて主流血統は人気になりやすいっていうベースもありますから、うん、まあでも荒れるってつまり人気が間違ってる、能力の見立てがみんなが間違ってるってことですから、能力の見立ては反主流のは皆さん間違えやすいのでね、はい、仕組みとしてはそういうことになるんじゃないですかね。この質問いかがでしたか。ごもっともということでだるまさんの古文の記念だるま、はい、記念だるまを記念の記念も祈るの方の祈って念じる方の、じゃあ当たったら目玉を描いてもらって、はい、ああそうですね、はい、僕も今年両方のアメリカと日本のダービー両方当たったんでちょっと塗ろうかなとか、じゃあ後ほど塗ってください、はい、ありがとうございました。